申し込む。ニュース女子放送後620人権侵害認定の新さん。東京メトロポリタンテレビジョン MX テレビが昨年1月に放送したニュース女子について放送倫理番組向上機構 BPO の放送人権委員会が8日人権団体乗り越えネット共同代表の新宿玉さんに対する名誉毀損、既存の人権侵害があったと認定し、再発防止の努力をするよう勧告した。新さんは記者会見で番組放送後に嫌がらせを受け、ドイツに移住したことを明らかにした。MX のやったことは罪が深い。ネットの中にあったデマを社会に飛び立たせた。新さんは会見で改めて番組を批判。また2月23日、東京都千代田区の在日本朝鮮人総連合会朝鮮総連中央本部に銃弾が撃ち込まれた事件や、ネット上で在日韓国朝鮮人らへの誹謗中傷が止まない社会状況に触れ、メディアがターゲットを名指しし、共感した人がテロ行為に及ぶ。程度からテロに時代は移行したと批判した。新さんはニュース女子の放送後、もともとあった嫌がらせが悪化したとも語り、日常生活がなくなったと表現した。脅迫の手紙やメール、仕事のクライアントに対しての抗議などが増え、日で知らない人から罵倒されるなど、顔を合わせた人から公然と悪意を向けられる、今までにない嫌がらせが出てきたという。